井上高裁の肖像写真、井上高裁から1943年11月22日は、日本の官僚、政治家、元衆議院議員、岐阜県出身、岐阜中学、第一高等学校を経て、東京帝国大学卒業。東京帝国大学卒業後、高等文官試験行政課に合格、内務書記官などを経て、1908年に、 佐賀県知事に就任。1917年、富山県知事に就任。1919年、神奈川県知事に就任。1922年、大阪府知事に就任。1923年、内務次官に就任した。1919年頃現職の知事も、衆議院議員に立候補できる制度が制定された。当時この制度を利用していたのは、井上交際と、 警視総監を務めた宮田光雄の二名だけであった。井上高裁の親友には天皇旗関説で知られる、三延達吉や律、作太郎、掛計勝彦、田原国一ら東京帝国大学出身でそれも学者が多かった。学生時代、井上高裁だけが東京森川町に自宅を持っていたので、そこに集まり、信仰を深めたという。妻の八重子は、 東京の後見女学校を卒業後、17歳で、高妻と結婚。三男四女を設け、昭和16年3月62歳で他界した。昭和13年愛国婦人会理事に就任。死去するまで、東伏見宮妃の側近として活躍する。石原美紀子は三女、福島県知事、参議院議員、初代自治大臣、石原寛一郎はその夫である。 衆議院議員、石原健太郎は、孫、福島県議会議員、石原慎一郎や、衆議院議員石原洋三郎は、彦。ありがとうございます。